はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。国民チャンネルのショーが今日はコーデックスギガスについてお話しいたします。よろしくお願いいたします。まあ、今日のタイトル、コーデックスギガス。まあ、皆さん、これ聞いたことないと思うんですよ。これはですね、まあ、あの、本の題名なんですけれども、世界一危険な本と言われている本なんですよ。で、この本は公開されていないんですね。 あの、封印されてるんですよ。読んではいけないんで。読めないように。で、読んだ人はことごとく亡くなっている。と言われているんですね。わけがわからないですけれども、これ書かれたのが1204年なんですよね。今から820年前。すんごい昔ですよね。820年前の本なんですけど、あの、製本された、書かれた当時の状態を保ってるんですよ。綺麗なんです。で、あの、別名ですね。 デビルズ・バイブルと言われてるんですよ。悪魔の聖書。めっちゃくちゃ怖い題名ですよね。これはね、言い伝えとか伝説があってですね、あの、1204年にボヘミア、まあ今のチェコですよね。で、そのチェコにある田舎の方のですね、ベネディクト修道院という修道院の、どうやらね、ちょっとね、問題を起こしたまあ修道僧によって書かれたらしいんですけども、 あの、一人の人間が書いたんですよ。で、これ320ページあって、どうやってか10ページ大事な部分が破かれて何者かに持ち出されてないんですよ。もう、あの、もう行方不明、10ページが。まあ、それすごい大事な部分らしいんですけど、とりあえず320ページのうち310ページはあって本の原型を留めているんですよ。で、ラテン語で、まあ、全文書かれているんですけれども、 書かれている内容は幾何学だったり、旧約聖書、新約聖書の要約。あとは、まあ、天体、宇宙、人間、地球、これからどうなるのか、歴史的なことですね。いろんなことが、もう、こと細かく書かれているんです。もう一人の人間が書いたと思えないんですよ。もう多種多様にわたってですね。 ものすごい掘り下げて書いてあるんですよ。神の存在、悪魔の存在。亡くなったらどうなるのか。あの世の存在。いろんなことが具体的にですね。で、まあ恐ろしいのはですね、全ページにわたって、文字が書いてあるんですけど、透かしのような状態で、悪魔の絵が描かれてるんですよね。かなりのページにわたってですね。 で、それが何なのかっていうのが、言い伝えがあるんですよ。この、あの、修道院の言い伝え、代々伝わっている言い伝えで、その修道僧がですね、あの、この本を書いた時に、短時間で早く書きたい。私に何か降りてきた。なんかね、まあ、霊障なんですよ。なんか降りてきた。なんか宇宙から、なんかあの世から、なんか降りてきたんですよ。で、本を書かなければいけない。未来に残さなきゃいけないっていうことで、 書きたくなって書くって言って、まあ、あの、ロバの皮とね、甲子の皮でできてるんですけど、数百頭、えっ、ー、と、百五六十頭を、まあ、皮剥いで、その皮で本を製本して、そこに書いたんですよ。一気に。怖いですよね。で、えこの人一人でやってるんですよ。 誰かに頼んだんじゃないんですよ。あの、ロバとかそういうのを、のこの人、その同じ修道僧が、うわーとか言って、あの、まあ、もう生きてないわけですけどね、その牛さんとかロバさんは。うわーとか言って、皮剥いで、乾かして、うおーとか言って、で、塗って本作って、線本して、一気に書くぞーって言って書いたんですよ。で、すんごい量なんですけど、普通の人間が書くと20年かかると言われてるんですね。 だけど、それを数日で書いたと言われてるんですよ。で、どうやって書いたかっていう伝説があって、悪魔と契約したと言ってるんですね。要するに、あの、本を書かなきゃいけない。何かが降りてきた。後世の人に伝えなきゃいけない。残さなきゃいけない。でも書く時間がない。私の寿命はそんなに長くない。20年もかけらんない。悪魔が出てきて、さあどうする俺と契約するか。 うーんって言って、契約するんだったら各ページに、俺を描け。いいか、絵で描くんだ。えー、どうしよう。そしたら3日で描かせてやるぞ。み3日 ?3 日でこの本を完成させてくれるんですかおお、3日だ。と言って契約をしてしまったんですよ。ルシファーという悪魔と。そして、悪魔の聖書と言われるようになったんですよね。 で、書いてあることは、もう今の数学者が見ても、画期的なことが書いてあるんですよ。820年前ですよ。もうね、何もかも今の数学の基礎が書いてあるんですよね。幾何学とか。考えられないんですよ。もうレオナルド・ビンダ・ヴィンチどころじゃないんですよ。すんごいんですよ。で、この本を見てはいけないというふうになったんですよね。読んではいけない。 見てはいけない、もう呪われる、悪いことが起きるということで、まあ、今、封印されてですね、保存されているんですねで。これがね、問題を定義しているんですよ。要するに、あの歴史的なことで、過去のことだけではなく、ですね未来が書いてあるんですよ、人間の。え今、まさに今、なんか起きてるじゃないですか。 そのことも書いてあるんですよ。はっきりと。で、この本はですね、まあ、あの、縦の高さが92センチ、幅50センチ、厚みが22センチ、重さなんと79キロ。これ重いはずですよね。だって200頭弱のロバとか拳の皮ですからね。重いんですよ。これがね、 今のじゃあ何が書いてあるかっていうとですね、人類は、まあ何年とは書いてないんですけどね、まあ、大体今のことではないかと当てはまることが書いてあるんですが、まあ災いですね。とんでもない災いを繰り返していくと書いてあるわけですよ。で、大きな戦い。まあ、それはあれでしょうね。第一次、第二次のことなんでしょう。を二つ経て、 その後ですね、三つ目の大きな戦いがやがてすぐに起きるだろう。まあ今ですよね。そこで、まあ人々が、多くの人々がね、亡くなってしまうという、まあ、ノストラダムスのね、まあ、予言みたいな感じなんですかね。まあそういうふうに書いてあると言われているんですよ。これがだから話題に今ね、なっていて、これあのー、 燃えてね、亡くなったと一回言われていたんですが、これが発見された。まあ、誰かが持ち出して、まあ、火のね、海から持ち出して、まあ、大丈夫だったんでしょう。今ね、今、ストックホルム王立図書館の、あの、宝保存室。もう金庫のでかいやつですよね。そこに、 しまわれてるんですよ。で、常時展示されている期間もあるというですねで。見ることができるんですね。で、デジタル化された作品全体が図書館のウェブサイトで、まあ、見ることもできるというんですよ。勇気がある人はラテン語ですが、あの、見られるといいかもしれないですね。 ストックホームに行けない場合ね、オーリス図書館のインターネットアクセスによってね、公開されている場合があるんですよ。だから公開する期間があるんでしょうね、なんかね。まあ、あのー、今ちょっと公開してるかどうかわからないですね。前は結構長い間公開されていたらしいんですけれども。いやいやいや、なかなかね、ちょっと怖い話ですけど、なんでしょうね、なんか降りてきてね、 本当に数律で書いたのかどうなのか分かんないですけど、20年かかったのかもしれないし、本人が数律だとね、思い込んでいただけかもしれないし、いや、だけどなんか悪魔の絵があっちこっちに書いてあるって言うんですけど、まあ、見てみたい気もするけれど、なんかね、不吉だから見ちゃいけないって言われてる本を、あえて自分から見るのもどうなのかと思いながら、まあ、見てみたい感じがしますよね。まあ、勇気のある方は、あの、インターネットで、まあ、携帯電話からも、 アクセスできるらしいんですけど、本当に見れるかどうかわかんないですよ。今公開してるかどうかわかんないんですけど、まあ、一般公開を前はしていたらしいんですよ、えー。ストックホルムのね、王立図書館にアクセスして、この悪魔の聖書見ることができれば、まあ、あの、翻訳しながらね。あの、今あれですよ、あの、写真をこうパチってスクリーンショットを撮って、 いいアプリを入れれば携帯でもうラテン語だろうが何語だろうがその上に日本語がブワーっと写真の文字でもあのラテン語の文字の上にね瞬時にして日本語の翻訳が出るっていうアプリが無料で入れられますのでまあそんなものを入れながら読まれるといいのかもしれないですね。や、ただしい 悪魔の聖書ですから、ちょっとわかんないですよ。おすすめは全くしませんし。私はあの本を読むの1ページぐらいしか読めないので、最初の1ページを繰り返し、何年もずっと、あのー、ね、私が力尽きるまで1ページを読み続けるかもしれないですから、私は読めないと思うんですけど。<laughs> まあ皆さんね、興味があったらご覧いただければと思います。ということで、今日はコーデックスギガス。 についてお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。